皆さんハッピーセットいっぱい買っちゃいました。3年前のこの動画覚えてますか？あのハッピーセットでめちゃくちゃ大人気だったなりきりマクドナルドがまた登場したので、いっぱいハッピーセット買ったんでね、果たしてコンプリートできるのか開けて遊んでみたいと思います。皆さん、ヤッホーりきチャンネルのあるみです。今日は多分りきチャンネルを前からね見てくれてる方ならわかると思うんだけど、ほんと中3くらい、ほんと3年前くらいにこの動画でなりきりマクドナルドっていうハッピーセットのおもちゃを紹介したの。本当にマクドナルドのクルーになりきれちゃうおもちゃなんだけど、で今年もねそれがまた登場しちゃって、なのでまた買ってきたんだけど、今回第1弾第2弾で3種類ずつあって計6種類なので、ちょうど第1弾の販売期間が終わった頃に出たことを知ったので、第1弾をねまず3つメルカリでコンプリートセット買ったのね。で今日第2弾を買いに行ったの、お父さんと一緒にね。で5個買ったんですよ、ハッピーセット。そしたら第2弾のやつも入ってたんだけど、なんか第1弾も入ってて、だから今は普通に1弾2弾どっちもランダムでもらえるのかなと思ってメルカリで買った意味って感じなんですけど、じゃあね、全部で今日5個ハッピーセット買って、まあ、一番はコンプリートできるように頑張りたいと思います。じゃあまずはこれもうコンプリートしてあるんですけど、第1弾のやつはこれから開けてみます。前もさ帽子とかついてたじゃん。今回も帽子とかあって、で前回のやつにはなかったパンケーキとかレジとかいろいろあるので楽しみ、マジで。でちょっとさっき調べたら第1弾が終了して第2弾も終了して、でその後は第1弾第2弾がランダムでもらえるらしいの。だから今ハッピーセット行けばどっちかランダムでもらえるので、ぜひ行ってみてください。はい、じゃあ1個目、かわいい、すごい、レジすごいんだけど、クオリティ高っ。スキャンで支払いレジスター1個目。でこれねレジなんだけど、これさ分かるかな、変わるんですよ、この絵が、この注文表が変わるの、角度によって。すごい。でレジスキャンするやつで、あとこれなんだろう、すごい、マックだ、めっちゃほらお呼び出し中の番号とか出てくるじゃん、モニターに。それもちゃんとついてて、これをここにセットするのかな。であとこれスマホもついてて、スマホで支払いできるみたいな、すごくない？こうやってピッてやってお支払いみたいな。うわー、本当に今時って感じで、スマホで支払いとかで後ろ回すと、じゃーん、こんな感じでお呼び出し番号とかが出てきます。ですごい。これ反対だ、こっちか。ちょっとミニサイズなんだけど、全然これロッキーってと遊べちゃうじゃん。やばい、マクドナルドごっこしよう後で。はい、2個目、かわいい。これはパティが焼けるグリルマシーンだって。すごい、見て、開けるよ、じゃん。すごい、グリル。まずここに生のさパティがあるじゃん。これをまず閉めて、真ん中のボタンを押しながら蓋を開けると、お、焼けた。でこれ普通にやると、あ、生だ、すごい。で閉めてまたボタンを押しながら開けると焼けた。すげえ。でシールがついてたんで、これは好きなところに貼れるシールかな。かわいい。ではい、2個目はパティが焼けるグリルマシーンで、第1弾ラストが、お、これは出てきた、クオリティが高すぎるもん。はい、2個目がケチャップが押せるハンバーガーキットだって。こんな感じでまず機械がついてて、であとパンの部分が2個とパティがついてて、であとピクルスだ、ピクルスもついてた。ピクルスと、これは玉ねぎかな、めっちゃいっぱい入ってて、でこれジュースも入ってる、すごい。でまず待って、すごい、これじゃあやってみるね。まずバンズ、このパンの下の部分準備します。で次はこのマスタードオニオンみたいなのをこうやってのせます。でそしたらまずこうやって下を取るので、下の部分がスタンプになってるのね、赤いスタンプになってて、これをここでこうやって押し当てて、これを下にキュッてやるとケチャップがついたみたいな。ちょっと今ねちょっと失敗して薄くなっちゃったんだけど、もう一回やってみよう。裏にしていくよ。結構力強くやった方がいいかも。グッと押して離して、はい、すごい、ケチャップついた。でピクルスをのせて、バンズのせて、でパティのせて、ハンバーガーの完成です。興奮しちゃう、これ。すごいちゃんとハンバーガーの作り方もついてるので、これ見ながらケチャップやったりとか。はい、3個目はケチャップが押せるハンバーガーキットで、これが第1弾のなりきりマクドナルドなんだけど、第2弾次開けていきます。ピンクのやつ今日買ったやつで、第2弾4個とで、なんか第1弾もねもらえたので、じゃあ第1弾からちょっと開けてみようかな。これもうかぶりなの。あ、パティだ、パティ、焼けるやつ。はい、パティでした。じゃあ第2弾開けますか。じゃあ1個目、何これ何これ何これ、あ、ドリンク、すごっ。これがカップを取り出せるドリンクマシーン。あ、これ多分自分で作るのかな。こんな感じでドリンクのキットみたいなのがついてるので、こうやってやって多分自分で作るんだね。今普通にテープ使ってたんですけど、テープついてました何もいらないですね。だからちゃんと白いテープだから、こっちの方がいいわ全然。カップを作って、よし、カップできました。そしたらこれをこうやって重ねて、あ、ここに置けんだ、すごい。ほら、で下から1個ずつこうやって取って、ここに置いて、でジュース入れてるよみたいな感じで遊べます。いいね、こうやって下からさ1個ずつカップ取れるのよくない？かわいい。あ、シールここに貼るのか。野菜ジュースのシールとか。はい、こんな感じでオレンジジュースと野菜ジュースのボタンです。じゃあ2個目いきます。かぶんないでほしい。あ、この触った感じでもう分かる。これは前回もあったあれだ。あー、ほら、帽子だ、帽子、クルーの。これがね、めっちゃ大好きだったんだよね。え、ネームプレートついてる。はい、次がクルーになりきろうサンバイザー&ネームバッジ。すごいすごい。じゃあまずサンバイザーをこれつけて、これねちっちゃい子用なんで、ちょっとロミ、あ、いける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 、ほら大丈夫じゃない？これこんな感じでサンバイザーとネームプレートもついてんの。ここにロミって書いて、ここにつけたいと思います。オッケー、できたーこんな感じでネームバッジもつけれました。すごい、マジで。待って、あと1個でコンプだ。お願いお願いお願い。出た、最後の出ました。やった、コンプリート。作ってみよう、プチパンケーキセット。すっごっ。はい、見てください。まずこのトレーと、この野菜とアップルジュースとトングとプチパンケーキのこの入れ物、これさ紙でできてるのかなと思ったらプラスチックなの、ちゃんとしてる。でパンケーキが4枚入ってます。でこれをこうやって開けて、ここにこうやって入れてあげます。パンケーキ4枚全部入るかな、これ。じゃん。で閉めて、で完成。かわいい、見て、かわいくない？クオリティやえぐ。で最後、これもかぶりなんですけど、なんだろうこれ、開けてみます。この中だったら、いや全部出ても嬉しい。あ、パンケーキだ。すごいな、マジでクオリティが高すぎて。はい、こんな感じで全部開けたんですけど、無事コンプリートできてよかったです。よし、じゃあ早速まずは注文が入ったので、ここでお会計します。注文が入ったのは今回ハンバーガーとジュースのセットの注文が入ったので、スマホでお会計ピッ。はい、支払いバッチリ。じゃあ今からハンバーガー作っていきましょう。じゃあまずはこの生のパティをちゃんとジューって焼いて焼いて、じゃん。よし、焼けた。そしたら焼けたパティを使ってハンバーガー作り。バンズ、オニオン、マスタード、ケチャップをつける。じゃん、オッケー。そしたらパティをのせて、ピクルスのせて、バンズのせて、ハンバーガー完成です。そしたらトレーにのせてあげて、で飲み物もこっから出してあげます。じゃん。オレンジジュースにしようかな。オレンジジュースを入れて、よし、これでハンバーガーセットの完成です。マジマックのクルーになっちゃった。これさ、今度ちょっとロッキーたちと犬用のハンバーガーとか作って、ハンバーガー屋さんごっこ、マクドナルドごっことかもね、やりたいなと思うので、楽しいですねこれね。で他にもパンケーキの注文が入ったら、パンケーキをこのトレーの中に1枚ずつ丁寧に入れてあげて。このね、ロイマックのパンケーキマジでめっちゃ大好きなの、本当に美味しすぎて。でミルクと枝豆もつけてあげましょう。はい、これでプチパンケーキセット完成です。はい、なりきりマクドナルド全6種、こんな感じでした。もうマジで可愛すぎる、本当に。パンケーキさ、もう箱とかそのまんまなの。こういうケースとかもそのまんまだからクオリティ高い。トレーついてるのもいいね。前のトレーは黒い普通のトレーだったんだけど、今回はさほらおもちゃをリサイクルしてのトレーなので、緑のねめっちゃ可愛いですね。でこれじゃーん、パティ振ってやってパティはい、じゃあということでね、今回新しくマクドナルドで登場したハッピーセットのなりきりマクドナルドで遊んでみました。マジもうね、ロメオ18歳で大きくなってからハッピーセット全然食べないんですけど、こういうさ可愛いおもちゃとか目当てでさやっぱり買っちゃいますね、本当に。で、なくなる前に皆さん早めにハッピーセット行ってみてください。じゃあまたハッピーセットのおもちゃとか見たいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ロッキーたちとマクドナルドごっこやってほしいっていう方もね、どんどんリクエストも書いてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。